岩手競馬がもっと楽しく好きになる馬の輪。岩手の名種牡馬シアンモアとは。今日は岩手の名種牡馬シアンモアについて学んでいきましょう。どんなお馬さんだったんでしょう。まずは皆さん、シアンモアっていう馬知ってますか。知ってます、知ってます。小祝農場にいた有名な種牡馬ですよね。こちらですね、14戦4勝2着2回イギリスダービー3着の実績でございまして、はい、引退後に小祝農場が輸入して昭和初期から中期にかけて日本を代表する大種牡馬になりました。イギリスから輸入したって言いますけど、はい、ちょっとお手世話の話、おいくら万円くらいで。好きですね1万5000ポンド日本円にして約20万円弱でした。頑張ったら、はい、1ヶ月頑張って100年近く前の話ですから。これは今の日本のお金に換算すると、はい、億単位になります。億、そうです。そんなに価値が違うんですね。全然違います。競走馬のほとんどは北海道生まれですけども、昔は岩手も指折りの馬産地として、当時は岩手のシアンモアと千葉のトールンソルがその二大種牡馬として、トールンソルが二大種牡馬として、トールヌソルです。トールヌソル。第1回東京優駿大競走、今でいう日本ダービーですね、うん、優勝馬はトールヌソル3区の若鷹、うん、そういうことです。シアンモアじゃない。で、翌年第2回東京優駿大競走で勝ったのがシアンモア3区の兜山。うわー、千葉地のライバル関係だった。ライバルでございます。で、その年の獲得賞金1の種牡馬をリーディングサイヤー、1934年シアンモアが選ばれたんですね。全国で1位の賞金。そうです。ディープインパクト。そうそうです。もよくあの馬名の横に、はい、ありますね。あの馬たちも歴代のディープインパクトになってますね。今も歴代の例えばオルフェーブに血統上ガーッと遡っていけばシアンモアになる。すごい。タモンさんのね、血統とかも気になるじゃないですか、うん、受け継いでいくのか。あ、本当ですか。どんな種牡馬になるのかなと思って。はい、そんなことよりですね、明日はシアンモア記念でございます。このシアンモアを称えた岩手競馬の春のマイル王決定戦ということで、水沢ダート 1600m で行われます。名前にレース名になったりするっていうのもまたロマンがありますよね。来週も馬の輪見てね。